か前歯もそれせんかったら、いやいや、よかよか、それせんのかって言わなくて、しとったらいい。はい、僕の調子の時、綺麗にしとったら、引っかかりがなくなるんですよ。割れにくくなる。未来を見ようと、僕。目先のことを追ってない。やけど、なるべく神経取らない。歯は抜かないやけど、調整は本当はしたらいい。ちゅう話、はい。理解できた？はい。上の歯と下の歯を微調整しました。はい。とんがってたとこ、鋭角を、鈍角、穏やかな丘の形、まっすぐの線に変えました。噛んで、で、ギリッとさっきみたいに糸を切れば、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、そうそうそう。一応少しは透かしとくけど、引っかかるとこなくなったっけね。はい。鏡。はい、持って。見て。どうなった？はあ、綺麗になったの分かる？綺麗になったっすね。上の下も、上も下もガタガタしてたの、鋭角を落とした、はい、少し。削ったんじゃない、微調整。はい。で、ベロで舐めて、上と下。大丈夫？大丈夫です。で、さっきうがいしたろ、はい、染みた、いや、そういう話を、はい、っていう感じで引っかかりがあったらパキってそこから割れるけ、はい、頑張って歯残す、未来を見ようけん、はい、僕なるべく神経取らない、歯は抜かない、歯を守る、はい、そっちを頑張れるけん、やけん左下、はい、今から微調整していきます、はい、OK、 はい、カチカチ噛んで、普通に口で開ける、口で開けたまま噛んで、ゲチゲチ、そうそうそう、ゆっくりゆっくり噛んで、止めて、最後まで噛み込んでん、ぐーっとぐーっと、 もっと噛めるやろ、そう、そんな感じ、まあ、化学前凸って下の歯が前歯に前にちょっと出ると、で開けてゆっくり閉じて、いや、それ引っかかってるよ、最後まで、そうそう、ガチン、これでえらいえぐれてたんやろね。で、左下はただ削るんじゃなくて赤い紙、光合紙、はい、赤い紙噛んで当たったところ、赤くなったところだけ、はい、赤くなったところだけ容量よく落としていくけん、はい、削ったのじゃない、調整、噛み合わせの調整、はい、OK、 赤い紙、光合紙を噛んでもらいます、はい、あ、ゆっくり噛んで、左下5が痛い、はい、ギリギリギリ、もっと激しく、もっと激しく、はい、あ、寝てるときにギリギリしてくれますね、はい、あ、うん、あ、やっぱり5がめちゃくちゃ当たってる、5がやっぱり痛い、引き止めて、はい、5がめっちゃ当たってる、赤い光合紙のね、跡がある、これをちょ、わかります、左下5番地ね、銀歯の入ったとこが、はあ、ここめっちゃ真っ赤っか、うん、ここをギリギリしたら痛い、うん、ここも調整する、こことここね、はあ、でここを支える、痛くない、はあ、で糸切り歯もここ支える、糸切り歯支える、ここは削らず、ここ赤いとこ落として、ここも落とす、 OK、 はい、噛み合わせの調整終了いたしました、うん、ここね、5番の、うん、胸側喉頭を少し丸めた、でここ右左下6番の近親を少し調整で、カチカチ噛んで、はい、噛んで、来る前と処置する前となんか違い分かります？分からんなら分からんでいい、なんか軽くなった、こっち、あ、そう、軽くなった、そういうことよ、はい、そういうこと、ただまあ日本しか調整してないけどね、はい、で上と下を微調整したけん、はい、じゃあ死ぬほど軽くなったが100やったら、全然改善できてない0やったら何パーセント、どれぐらい違う、記録取るよっけん、半分ぐらいかな、50も感じる、あ、なんか結構いいんじゃないですか、うん、で、ベロで舐めて、上と下、はい、大丈夫、はい、で、さっきうがいして染みなかったでしょ、はい、ちゅう話、はい、だけど、まあ、油汗出るぐらい、お昼11時、はい、閉じていいよ、薬飲むぐらい、めっちゃ痛かったっちゅうけど、うん、ここ来て、まあ、30分ぐらい喋ってるけど、はい、この間に、激痛、痛み、違和感あります、あります、そういうことよ、これが神経残す、歯を残す、だけど僕がちょっと性格優しすぎてマイルドな治療を提案しすぎて、やっぱり打撲の炎症しばらくはズーンってしてると、やっぱり痛みがまたぶり返すかもしれない、はい、今僕がわーわーわー、こんな人生でこんな早く喋る人いる、いや一部おらず、はい、俺でね、これ要はカウンセラー持っとけ、3密ならっとけ、わーわーって言葉のシャワーを浴びせかけて、うん、この喋りについてきてもらうために、うん、僕の
この喋りに集中して回ってるんですよ。意識をこっちに向かすよ、はい、でもここ出て人になるとまたベロでここ舐め始めたり、あーなんかまた痛いかなって思うかもしれない、はい、でも薬渡しとって、はい、それで様子見てもらって痛かったらまたクリアや、はい、だから神経取ったら痛みはなくなるけど歯は神経取るのもったいないで、一応今日からは右でご飯食べてます、うん、でこれは何油汗かいた、なんか熱が出たっぽかったっていう件、うん、炎症、炎の症状って聞いたことある、はい、炎症、じゃあ今日何をすべきか、何をしてはいけないか、何をしたらいいかって覚えたら、炎症、炎の症状だけ、うん、熱くなるといいか、ということはお酒飲むな、はい、お酒飲まない、はい、飲む、まあ、若干、いや今日は飲んないか、はい、ポカポカするやろ、はい、お風呂、はい、痛いの嫌なら入らない、はい、でも清潔が大切と思うならシャワー程度、はい、湯船に入ってポカポカすると痛くなる、はい、氷で冷やすいるけね、氷で冷やしたら楽になるけど治りが悪くなる、もう放置が一番、あんまり痛かったら水道水、夜の水冷たいやろ、チューってうがい、ペッて吸うぐらい、うがいするぐらい、はい、で酒飲まない、お風呂入らない、辛いもの食べらない、はい、食べらない、辛いもの控える、はい、食べる、いやあんまり食べる、あ、まあ鍋食ったら暖かくなるやろ、うん、今日の夜ご飯何だと思います、じゃあ今日お茶漬け食べようかなと思って、あ、まあ、まあそうね、だけど右側でお茶漬けさらさら食って、はい、もう早う寝りんしゃい、はい、起きとったら気になる、はい、で寝ててもう噛み合ってコントロールしたけん歯ぎしりで痛ってなることは多分ないと思うけど、はい、波動っつって一回ガーンって打撲の炎症やけんギーンってした痛みが出ても、今日のような油汗じゃなかったら、油汗が出たりもうえらい痛くなかったら様子見たら、はい、時間を稼げば楽になる、はい、OK、はい、なんか質問ございます、いや、あとは本当はマウスピース作ったらいいけど、おそらく作ってもタンスも肥やしやろうって言って、はい、右側で噛んで痛くなったらまた調節すればいいやんみたいな、はい、この内容分かりました、分かりました、はい、今日の満足度何パーセント、100%、ありがとうございました、分かりやすい、分かりやすいやろ、ネットに言うこと書け、はい、うがいして、はい。